こんにちは、チェンバリンです。今回は前回の動画で上げさせていただいたバックパックキャンプの装備のテストをしに、近くの河原にデイキャンプしにやってきました。この日はとても暑く、キャンプ日和でした。なかなか辛かったですけど、早速行ってみましょう。はい、早速設営していきます。まずは DD タープ 3×3 をダイヤモンド張りをしていきます。まあ、ここの河原ですね、なかなか風が強くて、立てるのにちょっと苦労したんですけども、なんとか張ることができました。まあ、3×3 一番小さい DD タープの中でも一番小さい幕になるんですけども、まあソロキャンプであれば、まあ、十分な広さではないでしょうか。インナーテントは、虫がいるっていうことを想定して、バンドックソロドームの、メッシュインナーテント、これを使っていきます。バンドックソロドームはこのようにインナーだけ使うこともできたりするので、本当に気に入ってますね。最高です。はい、ということで、居住スペースが完成しました。全体像ですね、こんな感じになってます。ちょっとダイヤモンド張りの幅狭かったですね。もう少し幅広く取ればインナーテントまっすぐ入れれたんじゃないかなと思います。この日は気温34度5度ぐらいだったので、ちょっと息上がってますね。ちょっと息切れの音聞こえます。まあ居住スペースはこんな感じ。今日は、椅子ではなく地べたスタイルですね。座布団を持ってきました。はい、中に座ってみると景色はこんな感じ。やっぱ景色で考えると僕地べたスタイルが一番好きですね。気持ちいいです。まあ、狭い 3×3 のタープでも、床に座ることによって、広く感じます。ただですね、これだけ空間空いてるんですけども、意外と風通し悪くて、もう少しあの下の隙間開けれるような張り方ができればなと思いました。DD タープですね、使いまくってるんで結構へたってきてますけども、なんとかまだ頑張ってきてほしいです。意外とこの後ろ姿も気に入ってます。 DD タープいろんな張り方ありますけども、私の一番気に入っている張り方はダイヤモンド張りです。はい、今日はですね、こちらモビガーデンっていう中華ブランドのエアマット持ってきました。私今までキャプテンスタックのウレタンマットを使ってたんですけども、もう少し快適に寝たいなと思って、まあ、コットにするかエアマットにするかずっと迷ってたんですけども、まあ、車中泊とかですね、そういうのでも使えるかなと思ってエアマットにしました。はい、このエアマットはこのように足で踏んで空気を入れていくタイプですね。まあ、この踏む作業はそんなにきつくはなかったんですけども、今ですね、小型で軽量なエアポンプとかあるので、まあ踏むパーツいらないので、もうちょっと軽量なエアマットだったら良かったかなって思います。バンドックソロドームの中には、はい、このようにすっぽり入りますね。私身長180センチなんですけども、まあ、ギリギリですね。190センチぐらいある人はちょっとソロドームは狭いかもしれません。テントの中は人一人が寝るのでいっぱいいっぱいっていう感じです。はい、 DD タープ穴開きまくってます。はい、それでは設営も終わって、だいぶお昼過ぎちゃったんですけど、お腹が減ったのでご飯食べたいと思います。今回テーブルはアンルーフのウッドテーブルですね。こちらを持ってきました。まあ、このテーブルかなり気に入ってるんですけども、まあ、私ソロテーブルはキャプテンスタックのアルミロールテーブルも持ってるんですけども、まあ、やっぱりあのかさばるしちょっと重たいっていうところで、まあ、こちらの方が軽量で薄いので、まあ、持ってきやすくて持ってきました。このテーブルはパーツが届いて自分で組み上げて、色も後から塗らなきゃいけないので、ちょっと手間は手間なんですけども、その分愛着が湧きます。今回クッカーはですね、熱源を OD 管と焚き火を想定して、まあアルミクッカーですね、その中にいろいろとスタッキングして持ってきました。最近キャンプギア系の YouTube とか山道具系の YouTube とか見まくってるんですけども、皆さんスタッキングめちゃくちゃうまいですし綺麗ですよね。すごい勉強になってます。
私 Amazon プライム会員でプライムビデオもよく見るんですけど、まあ、最近山岳系の映画を見るのにちょっとハマってまして、キャンプ地でですね、皆さんご飯食べるときにアルファ化米とかですね、あれをこう食べてるところを見てちょっとかっこいいなと思っちゃってるんですよね。まあ、山登ったりとかアクティビティしてすごい疲れた後、そして最高の景色がある中で食べるご飯はやっぱ何でも美味しそうに見えますね。私もいつか、登山とかで、山頂で美味しいご飯食べてみたいです。はい、ということで、まあ、気分は山頂ということで、ご飯は、カップ麺を作っていきます。私 ST310 買ってからしばらくOD 缶を使うことなかったんですけども、まあ、このアルミクッカーにスタッキングしたいなっていうことでアミカスですね、外のアミカスを購入してからまた OD 缶使うようになりました。さすがにカップ麺だけだとちょっと寂しいのでソーセージですね、30円引きになってたので、まあ、これをちょっと焼いて食べようかなと思います。アミカスやっぱり火力が強いのかお湯沸くのめっちゃ早いですね。クッカーに入ってる水ですね、明らかに少ないんですけども、今日手持ちのお水がちょっと少なくてこの暑さなので、まあ、飲む水がなくなっちゃうということでギリギリ、麺がほぐれるぐらいのお湯で作ってます。味は濃かったですね。ヘイシリ、3分タイマー。3分タイマーを開始します。はい、じゃあラーメンができる間にソーセージを焼こうと思うんですけども、今回初めてですね、ダイソーのバーベキューシート、これをちょっと使ってみたいと思います。ちょっと料理用のナイフ忘れてしまったのでモーラナイフを消毒して使ってます。ワイルドですね。まあ、バーベキューシートを引かずにそのまま使ってもいいなとも思ったんですけども、焦げ付きが嫌だなと思ってちょっと試してみました。思ったよりしっかり焼けてたんですけども、まあ、これはアミカスの特性だと思うんですが、火が真ん中に集中しているので端っこの方はうまく焼けませんでした。熱伝導率は微妙ですかね。はい、このように、まあ、シートなので外してこれだけ洗うことで、クッカーをきれいに保つことができます。はい、きれいです。100均の鍋つかみとスキレットのカバーを使ってこのようにフライパンの取っ手を作れるなと思ったんですけども、まあ、ちょっと重さの関係でこのように不安定になっちゃうのでちょっと微妙ですかね。はい、今日はちょっと時間がないので焚き火はしないんですけども、まあ、一応持ってきた道具で焚き火がちゃんとできるかチェックしてみました。まあ、焚き火台はですね、最近気に入って使っているチタン製のウッドストーブですね。まあ、焚き火台の大きさ自体は小さいので、まあ、薪であればちょっと切ったりしなきゃいけないんですけども、まあ、燃焼効率が良くて最後燃えかすがほとんど残らないので本当に処理しやすいウッドストーブです。今はですね、100均のこの風防をこのように焚き火台のシート、焚き火シートとして使えないかなと思ってちょっと試してみます。まあ、大きさ的にはなんとかカバーできそうですね。芝生のサイトであればやっぱりちゃんとしたシート持ってきた方がいいかなとは思いますが、何気に気に入っているこの火起こしセット、100均のカンカンに麻紐と固形燃料とちっちゃい皮膚規模マッチ、あとはメタルマッチなどが入ってます。結構気に入ってますね。バックパックでキャンプに行こうと思うと、まあ、道具を、最小限で選んでいかなきゃいけないので、まあ、ロマン枠は減るんですけども、意外とこの
小さいボックスに収納する、それ自体が結構ロマンになってますね。私キャンプ道具を買うときは相当吟味して買うので、まあ2年前にキャンプを始めて、これまでですね、使ってないギアってのはほとんどないです。何かしら使えるように工夫したりとかしてやりくりしてます。それが楽しいです。はい、あっという間に時間が来てしまったのでちょっと撤収をしたいと思うんですが、気になるこちらのエアマットなんですけども、まあ、空気抜くときに結構時間かかるんじゃないかと思われるんですが、こちらの空気弁ですね、結構大きく開くのでこのようにくるくる巻くと割とすぐ空気抜けてくれます。ただペシャンコにしようと思うと何回か折りたたんだりしないといけないので、まあその辺はちょっとウレタンのマットに比べると手間かなとは思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。バックパックキャンプの、テストデイキャンプですね、まあ、やっぱ実際にやってみると、まあ、もうちょっとこの道具足したいなとか、あこれは必要だなっていうのは分かってきますね。今日のテストを踏まえて、もう一回吟味して、今度はキャンプ場でキャンプしたいなと思ってます。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルは30代、会社員が隙間時間をどのようにアウトドアで楽しむかということを発信していくチャンネルです。今後の動画作成のモチベーションにつながりますので、ぜひいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。